ここでは相対性理論入門ということで、理論物理学者の諏訪山慎太郎が話します。これはあくまでも一般向けの講演会の資料なので、もっと深く勉強をしたい人は、ディラックの一般相対性理論の本を読んだり、シッツの相対性理論、もしくは佐藤勝彦さんの相対性理論の本を読むことをお勧めします。まあ、本当にここでは噛み砕いて一般の人向けに話す予定です。で、まあ目次ですが、まずプロフィールがあって、で、初めに特殊相対性理論を、まあ、かなり天下り的に書いてですね、まあ一般相対性理論を次に話します。まあここでも一般相対性理論のところでも、位相空間論や多様体のところはある程度難しいので、飛ばしてほとんど主に結果を書くようにします。で、まあ、これはちょっと省きましたが、宇宙の入門も本当はこの資料にはありました。で、自分のプロフィールですが、1978年に静岡県の富士市に生まれて、2001年に慶應義塾大学理工学部物理学科卒で、2007年に東京工業大学理工学研究科基礎物理学専攻卒で、まあ、基礎物理学の博士号を取得しています。で、専門は相対論なんですけれども、まあ、基礎理論なら何でもやってます。あと、ブラックホールの消滅問題を解いたことは主要業績で、他に日本人思想の研究、まあ、いろいろやっています。まあ、書籍としては、まあ、主に Amazon の Kindle で自分の名前を入れてくれれば、電子書籍が出てきます。出てくるようになってます。それで、まあ、他にも自分はいろいろやっていて、宗教や道徳の関係についてのことであるとか、他にも疑問に持ったことは何でも追求しています。それで、まあ、特殊相対性理論ですが、まずここでは考え方と、光速不変の原理と、まあ、ミンコフスキー軸のことを話して、あと、ローレンツ変換を話して、双子のパラドックスについて話して、そしていろいろな空間について話して、最後にポアンカレ予想について話そうと思ってます。まあ、このような順番で話そうと思ってます。で、相対論の考え方ですが、例えば自分が時速30キロで走っている電車を見ると、電車が時速30キロで走っているように見えます。しかし、電車から自分を見ると、自分が時速30キロで逆方向に動いているように見えるわけです。もちろん自分が時速30キロで走っている電車に乗っていて、自分を見れば止まっているように見えます。で、すべての運動はこのように相対的なんですよね。これが相対論の基本的な考え方です。まあ、なので、もっと言えば、ちゃんとした原点などというものは存在しないということなんです。じゃあ、原点や座標というものは人間がすべて作り上げたものなんで、そういう人工的な、要するに座標というものはすべて人工的なものなんです。なので、人工物である座標などに依存しないような力学形を考える、そういうのが相対論の考え方です。で、もう一つ相対論を支えている重要な原理があってですね、それは光速不変の原理というものです。要するに光の速さは変わらないという原理なんですけども、例えば光の速さはどこから見ても同じです。例えばロケットを飛ばして光速の2分の1で飛ばして、その中で光を見ても光の速度は変わりません。これ光速不変の原理と言います。例えば光速の2分の1で飛んでるロケットで光を見れば、光の速さも2分の1に落ちるというふうに思っちゃうわけですけども、実はそうではないわけです。これはもう原理としてあるわけです。で、これを実際に実験したことがあって、地球の北極と赤道では、地球が回転しているから通常に考えれば光速は違っているけど、実際に観測してみて
校則が同じと分かっています。これは理論から導かれた結論ではなくて観測から分かった原理です。で、この実験のためにマイケルソン毛例の光の干渉実験を行いました。あ、昔の人がですねで、実際には北極と南極ではなくて、まあ赤道に近い方と北極に近い方の2箇所で測って、光の速さを測って、光の速さは変わらないということが分かりました。それで時空に関して言いますが、まあ、我々が住んでいるのは空間3次元の時間1次元の、まあ、SO31 空間、まあ、ローレンツ空間にいます。簡単に言えば4次元空間です。まあ、この説明をこれからしていきます。で、時空のミンコフスキー空間の説明ですけども、まあ、これ、まあ、要するに、ローレンツ空間でも平坦な時空のことなんですけども、例えば、この X というのが、空間的な距離を測っていて、T というのが時間的な距離を測っています。で、基本的に、距離も時間も同じものでして、昔の人も、距離が遠いということから時間が遠いというメタファーを作ったくらいです。このあたりは、認知意味論に書いてあることです。で、例えば、ミンコフスキー軸はこのようになっていて、ここに t イコール cx と t イコールマイナス cx の線が書いてあります。まあ、この図に関しては、後々説明していきます。で、ここにカーブが書かれてますが、まあ、人間とかあらゆるものですけども、この上のコーンはタイムライクコーンといって、まあ、人間はここの範囲にしか行けないわけです。人間とかあらゆるものですが、この時間的に未来なコーンにしかいけないわけです。で、空間的時空には絶対入ることはできません。で、この空間的時空に人間とかあらゆるものは絶対に到達できないようになっています。この要するに左右の三角形になっているところですよね。で、まあ、メインコース空間での距離ということなんですけども、まあ、ローレンツ軸の距離と言ってもいいんですけども、まあ、AB という点があるならば、この L は L イコールルートの A2 乗引く C2 乗 B2 乗になっています。まあ、高速を1とすることもできるんですが、まあ、ここでは高速を C としています。で、三平方の定理でも、普通なら A2 乗プラス C2 乗 B2 乗なんですが、そこはマイナスになっています。そこは、普通の空間との全然違うところで、まあ違うところで、これがローレンツ空間における距離です。で、時間が虚数になってますね。虚数時間とも言います。で、時間的時空では距離が虚数であって、空間的時空では距離がまあ実数になります。まあそれは、ルートの中がプラスになるかマイナスになるかで分かると思います。で、ミンコフスキー空間での光ですが、実はここに t イコール cx と t イコールマイナス cx という直線が書かれてますが、ここを通ります。この、先ほどの距離の定理を見ると、距離が0のところがあります。で、そこが今書いてある t イコール cx のところですね。そこ、ここの光を通るところをヌルとも言います。で、過去、現在、未来に関して言いますが、この空間的時空は、下の方は過去に、現在に干渉しない過去で、
で、この下のコーンが現在に影響を及ぼす過去で、で、上の方は現在から影響を受ける未来で、で、左の左右の上の方は現在と干渉しない未来なわけです。このように分かれています。時空というものは。まあ、これは、高速不変の原理があって、さらに、光よりも速く移動することが不可能ということから、すべて得られています。そこで、ローレンツ変換というものがあり、もしも、速度が、粒子が速度 v で動いていたとしても、力学系はまるで変わらないわけです。先ほどの電車に乗っている人から見ればどうなるかということですよね。で、見え方が異なるだけであります。そういう速度 v で動いている時の座標系にするのをローレンツ変換と言います。要するに、速度 v で動いている人から見た力学系の変化ですよね。それをローレンツ変換というわけです。で、力学系が不変なのをローレンツ変換不変と言います。で、ここでローレンツ変換ですが、ここで天下り的に書きますが、高速不変の原理を使えば、x イコール vt、x' イコールマイナス vt' の時、新しい座標系は、まあ、このように書くことができます。まあ、これ行列使えば簡単に書けるんですけども、まあ、ちょっとそこは省きます。まあ、ここで、まあ、高速不変の原理を使って、このような変換ができるということを書いています。で、もちろん、C 割る V は1以下。これ、確実なことです。要するに、移動速度とか、粒子の速度は絶対に高速を超えることはないです。で、そして、まあ、あとはまあ、高速が最も速いスピードということも分かっています。で、ローレンツ変換と座標ですが、まずはじめに x と t という座標、これ直角になる座標があれば、x' と t' というものは、このように座標形が変わります。しかし t イコール cx の場所は変わりません。t イコール cx と t イコールマイナス cx の場所は変わらないようになっています。これがローレンツ変換と座標の関係です。で、ローレンツ変換後の変換をした時の時間と長さですけども、まあ、先ほどのローレンツ変換の式から速度 v で走っている人間の時間と長さは次のように変化します。要するに、時間の流れが遅くなったり、距離が短くなったりします。ここにちょっと天下り的に書いてまいりますが。で、まあ、それなので、時間も距離も短くなることがわかります。まあ、とある棒が動いてたら、その長さは走っている速度に応じて短くなっていきます。あとは高速に近い速度で走っていると、時間の流れが遅くなります。例えば、L という長さの物体が V で走っていれば、L' のように縮んで見えます。ただし、ここに乗っている人は L の大きさのままです。それは相対的な速度が0なので、そうなります。それで、双子のパラドックスですが、こういう双子のパラドックスっていうものがあって、非常に有名な特殊相対性理論の、まあ面白いところなんですけれども、まず原点から、この、時間軸上に A という双子が、まあ2人の双子がいて、A という経路を通る人と B という経路を通る人がいたします。で、B という経路を通る人は、t イコール vx のスピードで移動していると思ってください。まあ、ロケットで移動していると思ってください。で、双子を空いて、a のルートと b のルートを通るかによって、先ほど言ったように時間が異なる、時間の流れ方が異なるので、b の方が実はちょっと若くなるんです。これを双子のパラドックスと言いますが、実際には b が速度を急転換するときに、加速しているので、このパラドックスは、まあ、
あまりパラドックスではないと言われています。まあしかしながら双子のパラドックスの応用ですが、もしもこのような円柱のような空間、円柱表面のような空間にいて、で一人はこの T の方向に走って、もう一人が V の方向に走っていけば、これは加速全くしてないので、あ、 B の人は加速を全くしてないので、多少と一周回って年を取っているわけです。まあそういうこういうパラドックス、まあでもですが、この双子のパラドックスがあるから何か相対論が矛盾してるんだとかいう、そういう話にはならないと思ってはいます。でいろいろな空間ですが、まあ、これマスマチカで作成しましたが、例えばこれは球面の表面ですよね。例えばちょっとここでトポロジーの話をしますが、この球面の表面に輪っかをかけると、すべて一点に収縮します。で、これが下に書いてあるのはドーナツの表面で、これトーラスと言います。これが2個ついているものをダブルトーラスと言います。で、これは穴が1個開いてるんですよね。で、ここにいろんな輪っかをつけると、収縮しない輪っかが2つできることがわかります。要するに、まあ2つありますよね。ここには。で、その収縮しない輪っかの数を2で割ると穴の数が求まるようになってます。で、穴の、で、そういうのをまあ、ボッチ数と言いますね。あ、ベッチ数と言います。で、ポアンカレ予想ですが、x2 乗プラス y2 乗イコール r2 乗。これは円周なわけです。で、x2 乗プラス y2 乗プラス z2 乗イコール r2 乗。これが球面を表しているわけです。で、x2 乗プラス y2 乗プラス z2 乗プラス w2 乗イコール r2 乗。では、で、これがどういう形なのかという問題だったわけです。で、ポアンカレは、まあ、球面と同じ形をしているんじゃないか。要するに、穴が開いてないんじゃないかという予想をしたんですが、まあ、根拠はなかったわけですよね。それをロシア人数学者が、解いたということが話題になりました。これ100万ドルの検証問題が、で、だったんですが、で、まあ本人はお金はもらわないと言っています。で、結果的に、球面と同じ形をしているということが分かりました。つまり、トーラスのように穴が開いたいと分かったわけです。で、まあ要するに、つまり、ポアンカレの予想は正しかったということで、宇宙を一周するとまた宇宙が来るということが、また、まあそういうことが分かってしまったわけです。で、電磁気と特殊相対性理論ですが、実は電磁気を理論物理学で扱うと、場の理論を導くことができて、まあこれ、まあ主に詳しく知りたいならば、ランダウ・リフシッツの場の古典論という本がありますが、かなり難しい本です。で、それは電磁場で、そこから特殊相対性理論を導くことができるようになっています。まあ、砂川重信さんの理論電磁気学にも、その最後の方にそのことが書いてあります。そして、現在の宇宙ですが、現在の宇宙は、一応東方と呼ばれています。一応というものは、どこでも同じで、東方とはどこから見ても同じということです。その場合の計量は、まあ、このように簡単に書くことができて、この時のアインシュタイン方程式を先ほどのメトリックからクリストフィールシンボルを用いて、アインシュタイン方程式を書くと、このようになってます。そこで、A のダブルドットというのは、時間による2回微分を表しています。で、ローは密度で、B が宇宙の圧力です。で、まあ、A が宇宙のスケール、大きさって書いてます。スケールを表す量です。で、現在の宇宙ですが、例えば、さらにここに、ラムダという、宇宙光というものをつけたものです。で、TAB がストレスエナジーテンソルで、密度、ローを持ってて、P という圧力を持っているものとします。まあ、これはあくまでも仮定ですが、仮定というか、現在の宇宙に即したものです。で、ここでハッブル望遠鏡が宇宙光を観測して、まあ、ハッブル望遠鏡、主に宇宙光を観測するためにあるんですよね、実はというと。
まあ、宇宙膨張をの観測をしています。実はというと、宇宙膨張によって星と星の距離が離れることによって光のドップラー効果が起こります。それによって光が遠い星ほど赤く見えるようになります。それからハッブル定数を求めて宇宙光を求めるようになっています。まあ、どのくらい膨張しているか、これを使っているわけですね。で、ローが宇宙の物質密度で、P は宇宙の圧力です。で、これによ、この、まあ、この、ダークエナジーやダークマターによって宇宙がどのように膨張していくか分かるようになっています。で、さらにここでブラックホール軸について簡単に話しますが、軽量は球体長の時にブラックホールになります。これは、たまたま、球体小軸を調べているときに、シュワルツシルトさんがブラックホールを発見してしまったんですが、しまいました。これはアインシュタイン方程式の解になっています。まあ、計算してみればなってるんですが、なっています。で、ブラックホールに吸い込まれそうになると、時間はどんどんゼロに近づき、距離は無限大に近づくということを示しています。で、この 2M と書いてありますが、M は、まあ、ADM マスと呼ばれるもので、宇宙全体のエネルギーでもあります。で、これはシュワルツシルトブラックホールと呼ばれているんですが、もう二つのブラックホールが発見されていて、電荷シュワルツシルトというものが発見されていて、ただ電荷を持ったこのブラックホールで、あとはもう一個はカーブラックホールという回転するブラックホールです。で、カーブラックホールを作ったカーさんには一度会ったことがあります。で、曲がった時空での物質の運動ですが、物質は即時点を通る。即時点というのは、最短距離じゃなくて、極小距離ですね。極小距離です。極小な距離のところを通ります。で、光は距離がゼロのところを通ります。先ほどの相対性理論と同じように、まあ、ヌルというところですね。光の経路、ヌルベクトルの経路です。で、自分のやったブラックホールの消滅問題の研究ですが、まあ、このようなブラックホールの消滅がどのようになるかっていう、これから計算を省いたんですが、まあ、このような長い式で質量の変化がわかるようになっています。で、これはまあ、数式計算すれば消滅するということがわかりました。で、まあ、広告ですが、現在は沢山物理塾という、まあ、私塾を経営しているいます。まあ、独立した学者をやっています。で、Amazon で Kindle 本を売っています。では、終わりです。